おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです森を見る力タイトルに惹かれて広げた本でありますけれども吉川幸男さんという方ですね、はい、森を見る力を3枚にとただこれだけではちょっと話が堅苦しいのかなと思いましてもう一個あの大好きな町場の共同体論で内田達先生を取り上げて2冊 2>、はい 同時進行で行でってみよよううかと似たようなテーマの本なんですかそうあのね表は違うんだけど、はい、なんかねてっぺんが同じところにたどり着くような気がしましてね「はいえー、森を見る力」の方は「将軍社から「町場の共同体論」これ内田先生の名シリーズですね「町場のまるシリーズですけどもこれは潮出版社から出ております。まずはあ内田先生内田先生のおっしゃっていることから。 ご紹介したいと思いますが、経済成長が止まったら日本は終わりですと断言する人がいる。うん、いますよね、はい。そういう人に内田先生が堂々と伺いたいのですが、何が終わるかはっきり言いなさい。うん、で、経済学者の数値によるその成長の分析によればですよ。ね。2012年の経済成長率の世界1位。どこか。 2012年年ちょっと古いですけど中国ああ違うんですインド違うんですねスウェーデンえリビアえリビアリビアはい意外な国の名前が出てきたカダフィが死んで内戦状態にある国が成長率が世界ナンバーワン第2位どうぞわかりませんもういいよね第2位 えー、シエラレオネ。えー、<laughs> どこシエラレオネ、えー。どこにあるのか、それさえも知りません。んこ、この国は独立以来内戦が続き、国民の平均寿命が世界一短いと嘆かれた国。これが収まって、内戦が。第2位だそうです。あ、じゃもともとの成長率が低いってことですね。だから、うん、数字の不思議さなんだけど、不思議っていうか、 あの、トリックなんだけど、はい、成長率とかって言ってみると、とんでもない国が世界一になるわけよ。ねはい。うん。だって、第3位が、2012年の経済成長率。アフガニスタンだよ。あ、そうなんだ。うん。これらの国の成長率の、えー、その高さと、国民の豊かさ。 といいううもののがどう相関しているのかだから経済成長率で経済を見るという経済学者はそのことを説明してくれと、はいね、誰も説明しないじゃないかと内田先生はまあ拳をギュッと握ってらっしゃるで内田先生が言いたいことはその内実を分け入ってみるとこう,こういうことなんだっていうことなんですよねで香さん あ,のあれですよ経済指標として国民が最も豊かな国これがまあおそらく2012年だと思いますがどこだと思います分かりません、はい、ルクセンブルク<ー>で経済成長率は年率0.34%でこの国は実は世界の148位なんですけども、えー、GDP で見ると第1位になるわよく分かんないな つまり数字だけで計算するとこういうことが平気で起こっちゃうんですよ。ね。あの、日本よりはるか下な、下の国が GDP では世界で1位になっちゃうっていうね。うん。こういうふうにして数字で世界を見るということはものすごい矛盾を含んでるんだ。だから実は数字で計算するのはいいけど、数字が何も差し示していないと。 いう現状を内田先生は知るべきではないかで内田先生はもっと鋭いことに「今私たちは自分自身を映す世界共通の努力校が全く成立し,していない時代を生きている」っていうだってあの中国がもうすぐアメリカを抜くんでしょねそれはもう確実なんでしょ、はい、ねだから 中国が世界で最も一番その経済が活発な豊かな国になるんでしょ、はい、でもはっきり言ってそう思う,うんまず決定的に違うのは俺たち戦後の子じゃん。かなさんはずっと後だけどおじさんたちはほら戦国っ子でしょ喉、はいうん 乾いて水を欲するがごとく私たちはアメリカを恋したんだよねああ、はい、やっぱり経済的にも世界で一番豊かな国、うん、1>, 1ドル360円の国に、うん、その同じ憧れを今中国には持ってないわね。そうですね中国のジーンズを買って履きたいとも思わないし。うん 中国製の車で大通りを飛ばしたいとも思わないしうん、うん、違いますね違うよね、ええ、だから経済指標っていうやつが今実は何も指し示せないくなったそんな時代を我々は生きてるんじゃないだろうかとそういうことで私たちは木を見るのでなく森を見る力をつけねばとこの辺が いいこと言うよな、俺も。というわけで、うぬぼれ、うぬぼす、明日にということで、お付き合いください。<laughs> い武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。 見て森を見ずというようなことがないように私たちは森全体を見ながら木を見ようというね、えー、そんなことでまな板の上ですね、えー、森を見る力とそれから内田達郎先生の町場の、えー、共同体論を置いております、はいえー、昨日お話したのは内田氏の指摘ですけども今私たち自身を映す鏡としての土力光世界共通の土力光がないと 経済的に世界ナンバーワンと言われても、なんかその国に対して憧れを持つことができない。こんな風にして、こう、なんかこう、世界を測る物差しがないという。現実にその何かを測る物差しというのが、私たちの周りでもどんどんなくなって、えー、データ氾濫するこの世界で、なんかこう、森を見る。 あるいは木を見るるととといいううことが非常に難しくなってきてき、はいえー、吉川さん森を見る力の中でテレビで見かける不思議な風景というので説明してらっしゃる風景なんですけども、はい、かつてテレビ番組「ゴールデンタイム」というのはことごとくスポンサーは家電メーカーだったんですね。はい 7時からの子供番組はなんかね、明るいな、うん、ショーナールとかで始まったりね。スポンサーそうその時間を全部提供してるね。うん、それから、あのー、な、なんだっけ、さんまくわえたドラ猫がとかっていうテーマソングが流れると、それも弱電メーカーの、こあのー、あれです番組だったですよね。うんうん プロレスから時代劇、ダンタタタダン,ンタタタ、人生からクイズ番組、ガッチリ買いましょうとかっていうやつ。はい。れからプロレス。プロレスもでしたっけそうです。はあ。三菱ダイヤモンドアワーつって三菱電機がやっ,てった。あ、それ知らないな。あ,あ、知らないか。ええとにかく、テレビ番組といえば夕方の7時から10時くらいまでは全部家電メーカーがゴールデンタイムも スポンサーだったわけでありますな。うん、私たちの時代はものすごくて田んぼに立っている広告とは全部弱電メーカーだったのを覚えてますよ。シャープとかナショナルとか NEC とかソニーとかそういうのが田んぼの真ん中にこう立って<ー>巨大看板で。見たことない。看板。昔ね大きい看板でテレビはまるまるとか起動カラーとか。うん、ー田んぼの真ん中立ってるのよ。<ー>そういう広告塔が。 はい、それぐらい弱電メーカーっていうのはね、やっぱりこうすべての風景の中に巨大さを誇っていたんだけども、えー、著者であります、キッカーさん、森を見る力の中でこんなことをおっしゃっております。戦後社会は家電業界の成長と並行して進んできた。その家電メーカーが瀕死の状態になっている。えー、理由は様々だろうが何か釈然としない。なぜならば新宿に行くと、その、家電メーカーではなくて、 家電量販店。はあ、こう不思議な風景だよね。家電量販店はもう、駅前を全部埋め尽くさんばかりの勢い。い。ですよね。はいえー、これ本当に不思議なことで、俺も教えてもらって、ええー、って、こん、そうなのかと思ったんですが、1970年代まで価格は製造メーカーが決定していた。 冷蔵庫の値段を決めるのは冷蔵庫を作った会社だったんです。ね。<え>ところが商品が溢れ出し、機能だけでなく付加価値の時代へ、えー、豊かなあ消費文化に発展していった。冷蔵庫も白ばっかりじゃなくて、ピンクもありますよとかっていう風にね。うん、うん。と同時にメーカーと流通ですよね。間に入ったこの量販店の戦いが発生し、 これ有名な話ですけど大ーの中内さんと松下電器の松下幸之助さんっていうのはすごい勢いで戦ったっこれ知ってるえ<あ>戦った知らないでしょ料金のこと値段のことですか、うん、知らないよね、君たち若い世代<ら>俺はほら裏切り者だから両方ともやってんだよ <laughs> <laughs> お金が欲しくて<ぁ>本んにな事務所から叩き売られてだけどその時に松下の方から聞いたんだけども ものすごくナーバスに、あの、あれ全部チェックしてやった。朝のダイエーの広告を、折り込みを。あ折り込みチラシをうん。ほうほう。ダイエーが安売りするのよ。ああ<ー>。冷蔵庫。ええー。その安売り商品が出ると、松下電機、自分のところの自社製品買いに行くんだよ。そんなことあったんですかうん。それは戦いだったらしい。<ー>日本中のダイエーの、 新聞チラシを全部チェックするんだ。そして、松下さんはですね、その、絶対の値段をキープしたんですよ。その、やっぱ、凄まじいのは、それだけの値打ちがあるんだっていう、まんまんたる、その、やっぱり、家電メーカーのプライドが、みなぎってたんだね。はい。ところが、やがて、オープン価格などという時期を経て、ついには、メーカーそのものが、 定定価決定権を失っ,たんですって、ね、うん家電メーカーから製品への愛情がこのことでゆっくりやっぱり薄れていったんではないかかつて洗濯機や電気釜には火事で苦労するまあお母さんへのいたわりが電化製品にあったそのような情がメイドインジャパンの,のやっぱりものづくりの基本だったんですけどもあ流通が支配するようになってから情が消えた。 うん電気窯なんかそうですよね知らないでしょあなたえやっぱりおあの毎朝毎朝ご飯炊いてるお母さんの手が赤切れで、ね、かわいそうを積んであの電気窯作るえこの辺戦後の問題も含めてそうです木を見つつ森を眺めましょう武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。えー、昨日は、その、まあ、価格決定権みたいなね、とても大事な、ああ、ところを、その、家電メーカーが、家電量販店に抑えられたところから、そ力関係が逆転してしまって、まあ、お客さんと、その、まあ、作った製品との結びつきは、量販店が判断するからっていう、もう考えたら、昔だって、 あの家電メーカーには全部あったわけでしょ、うん、と宣伝部もちゃんとあって自分のところで広告を考えるとかそれ、ええええ、からそれを全部今下請けにしてしまって細分化するんですけども、うん、そうすると集まってくる情報が、まあ、少なくなって てしまったということで、はい、技術屋さんはいっぱいいるんだけども上手にそれを売る人がいないとか、うん、だって東芝の洗濯機とか見て感動するけどあの車がついてんのね下にかなとその話しなかったっけえー、何でしたっけ車、うん、東芝の第1号かなんかの電気洗濯機には車がついてんの。 動かせるうん動かせるんで動かすんだってことだよねそれはあの電気洗濯機を東芝が初めて作った頃まだ井戸と家屋が遠いのよ水回りがまとまってないのよはいだから洗濯機を出すのいちいちゴロ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 って押してそれで使い終わったら内側にしまうのゴロ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 ってそんな だったんですか洗濯機ってうん、うん、でもそれもやっぱりアメリカにはなない特徴なのよ、うんはい、す,すごい特徴でしょはい、うん、その出し入れできるっていうそういう洗濯機を日本のメーカーが独自で作るわけ、うん、でこれはもちろんアジアで大ヒットするわね、はい、昔はそういうジャパンジャパニーズに合うようにメーカーさん自身が苦心してたというでそれは 例えば、あの、ワープロなんかもそうで、えー、これは NEC、富士通、シャープカシオ、歌手を松下、日立、東芝、えー、沖電機は、日本語ワープロを独自に持ってたんですよ。開発してた。はい、ところが、1995年、Windows が登場するや否や、全社一斉に撤退。勝てないということで。はい NEC の書院富士通の親指シフトなどはかなり不安がいたんですけども、Windows にも負けちゃうからいいやつんで全面撤退で Windows の独占を許したんですよ。でもこれはやっぱり頑張っててほしかったですね。これなんでかっていうと、かなさんね、はい、Windows がなどうであろうと欧米にはちゃんといまだにパイプライターのメーカーが生き残ってるんだって。 タイプライター懐かしいっしょあそうなんですか。うん、需要があるってことですかそうです。<ー>どんなにシェアが小さくなったにしてもちゃんと需要があるわけだから、そこには生存する、やっぱり平野がある、田んぼがある、畑があるということで、うん、タイプライターのメーカーはきちんと生き残っているという。はい、で、やっぱこのあたりが、 日本のメーカーの負けるんだったらもう戦争しないみたいなその辺の情けなさが商品開発への意欲ダウンに押されているそれから、えー、おもちゃ開発もそうですやっぱり押されてるんですってねガングメーカー日本の玩具メーカー非常に戦後頑張ったんですけども最近は商品開発が遅れて、はい、もうこれはもうキャラクターを買うか ね、アイドルの肖像権を買って写真くっつけて売っちゃうっていうはいここまではキッカーさんの論文ですけども内田さんは更にこの全体日本の家電メーカーとか玩具メーカーの森を見つつ木を語ります、はい、木はどこかこれはかなさんにも関係があります家庭です、はあ、これは内田先生は鋭い指摘をするね 段階の世代、我らでございますが、段階は戦後、父親世代に激しく反逆した。子に尊敬されなければ力で我らを圧倒しろと、父親たちを脅したと。で、内田先生曰く、誠に気の毒なことをしてしまった。っていう。カナさんはどう思ってるかわかんないけど、やっぱ我々世代は、父親への反抗ですよね。うん。カナさん、ないか。あんまりないですね。 兄貴と仲悪くてねつかみ合いの喧嘩するんだぜ親子であ親子でですかうん<ー>あのもう一番嫌だったのはそれはちょっと私を舞台にもしましたけどねあまりにも名場面で、はい、兄貴が東京の大学を卒業して博多に帰ってきて新聞社に、えー、その入社試験を受けるってわけですよで、はい、親父がね兄貴に向かってやっぱり言いたかったんだろうな自分の長男に向かって。 親父が言った一言。おいおめえも新聞社の試験場受けるなら、歴代天皇陛下の名前ぐらい言えんと、豪華化せんぞっていう。うん、もうほら、戦前の教育を受けた方ですから、人務、うん、から始まる天皇陛下の名前を。これに向かって兄貴の、その、捨て台詞。よかな覚えてきなさい時代は変わったとばい 今はな、天皇陛下の名前より、アメリカの歴代大統領の名前が言えんと、入社試験は通らんとよってうもう、つかみ合いの喧嘩でございますな。<ー>で、その夜、コンバットを私がテレビ見ておりましたら、<ー>親父が原稿でガーンと殴られたのをね。<laughs> 間が悪いですね。すいません。<laughs> というわけで、その戦後から、ちょっとね、森を見つつ、木を眺めましょう。 武田鉄也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷加奈です。え、昨日話したのは、えー、戦後団塊世代は父親世代に激しく反逆した。戦争を起こしてしまった父親たちに対する、ある種の反逆。 だったのかもしれません。で、我が家でもそうです。兄貴と父親の折り合いが悪くて、喧嘩ばっかり、またね、次男坊の哲也も父親には懐きませんで。で、また親父が酒飲んで、うんえー、話す話はね、なんだ、インパール作戦とかね、なんかそんな話ばっかり、フィリピンのなんとかっていうことにね、久留米連隊で一番バッターで上陸したのは俺だとかね。うん バナナ畑の真ん中で逃げていくマッカーサーの後ろ姿見たとかねもうそんな話を嫌で嫌でねまあ今となっては貴重なお話ですけれどもね、はあ、当時は、ね、もう一回嫌だったの、はい、でとにかくいいでしょうとにかく我々は父親に激しく反逆したで父親を尊敬しないことそれがやっぱり我々戦後世代の何かやっぱり思いでしたよあそういうもんですかしえ 絶妙なことを言います。ここから圧倒的な支配力を持つ母親と子供が戦後世代の中に出現した。段階の世代の中に出現した。よろしいですかもう一回繰り返しますよ。圧倒的な支配力を持つ母親と子供が出現した。この事態は人類に十分な経験値を持っていない。つまり、父親が一番偉いという時代が長かったわけですわ。はい。ね。 えー、しかし、と、打ち出しは言います。まあ,あ、推測されることは、この人数が多いときは、母はその子の欲望、弱さ、脆さ、せこさ、根性のなさを熟知しているゆえに、こう様々に振り分ける。これ俺名言だと思う。いいカナ、うん、さん、5人子供がいるだろう。うちなんかそうな。はい。だ母親は5人全部知ってんのよ。この子の性格から。<へ>根性がないとかあるとか、いいとこも悪いところ。 だから、振り分けるのよ。うん、母親が。だけで赤旅になって。<laughs> 兄ちゃんは、東京の大学は OK だった。うん、で、兄ちゃんが東京の大学に行ってる間中、中学生の俺に母親が言ったことは、お前は絶対に行かせない。東京の大学には。うん、つまり、才能の使い分けよね。俺にはそんな根性もとてもないから、うんうんうん でお前は地元の大学に行け、うん、それも国立しかダメだって金がないから、はい、で姉ちゃん3人いるけど姉ちゃん3人にもそれぞれ高校までで十分とか本当は高校に行かなくてもいいんだとか高校に行きたがる子に関してはなるべくあの特別枠で行けっていう、うん、だから一番下の姉ちゃん卓球で高校に行きましたからあでも行くところがすごいですねそうですよね,ね うん、で俺はもうとにかく地元の大学で学校の先生になれって、はあ、そういうふうにして子供が多いから振り分けるわけその子供の個性を全部熟知してところがこれがですね子供の人数が少なくなると子供のことをよく知っている母親は弱者デフォルト 高望みの否定からこの将来を決定していく。つまり、なるべく地味に生きていく。確かに生きていく。安全に生きていくように子供を育てる。草食動物の戦略に母親が打って出るわけです。はいね、そうすると、ある意味で社会全体は多様性を失っていくって内田先生が言うんだ。うんはい、これが、やっぱり今の少子化を生んでるんじゃないか。 っって言って言のよ<ー>、うん、で父親の重大さは何で大事かって我々は大変な親父たち世代にかわいそうなことをしてしまった我々は何を失敗したかっていうと父親は己の子をまず熟知していないでか,かなり誤解しているというよりもずれているそのためにその抜きんでた才能をつい夢見てしまう。 うんどんなアホズな子でもつい、こいつには大気万世の何かを感じるっていうね。うん、うん。その底の抜けた、えー、夢を子供にかけてしまう。で、父親が夢見てることは何か。まず子が目立つこと。そして勝つこと。群れの中で抜きんでた存在になること。だから、母親は群れの中に入りなさいっていうね。 ところろが父親は群れから離れろ独立どっぽで生きていけっていう、はい、でこの父親と母親の葛藤が子供に未来を決定させるなだから母親のパワーが強くなると子は草食系に自然となるわけ安全牌選ぶから<ー>でその問題は 自分のことだよな圧倒的支配力を持つ母親と子供の関係ってのは私と母なんか典型ですよね私なんか母を歌にしたわけですからねでも俺の不思議なところは母親の言うことを聞かなかったってことだよねはいその辺が運命の不思議さだよもう母ちゃんはもう,あもう絶対条件決まってた、はい、もう母ちゃんは要塞やってたから、はい、俺あれだよ大学もしダメだったら 母ちゃんの後継ぎで要塞学校のあれいつも持たされてたねいや向いてない感じがし <laughs> いや意外とちょっと山本関西っぽくなってたのかもしんないけどちょっとごめんなさいねとにかく木を見つつ森を見ましょうこの次また明日の笑い炒の上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷かなです昨日は戦後の父親、まあ、我々ですな我々の段階の世代の父親というのは子どもたちから尊敬特に男の子から尊敬されない絶えずその父親に対してこう反逆するという世代を生んでしまった全部これはもう負けた戦争の せいですけどもね内田さんってのはうまいこと言いますなもうこの時もこの、はい、なんだっけ町場の共同体論を読みながら感動したんでありますがかなさん子供を育てるためには「不健」と「母健」まあ父親と「母親」この2つの力が必要である。な、うんで,でかっていうとこれ内田さんの目ですけど鋭いですな。 子供というのはお父さんとお母さんの二つの力が干渉し合って無風の泥場がある。そこに居場所を作るっていう。わい言えて妙な感じですね。これはね、絶妙な言い方だよ。はい、で、このお父さんとお母さんの力がぶつかり合って干渉し合って波の立たない泥場で実は子供は成長していくんだ。 その非武装地帯を見つけるのはもう子供は天才的だ。本能的で。非武装地帯か。ああうん。で、段階の世代を思い出せ。もう俺これじんときちゃった。段階の世代を思い出せ。身に覚えがあるだろう。父親は子供が遠くへ行くとき、なぜか深々とうなずく。うん、母は子が近くにとどまるとしみじみと微笑む。 お父と母との間の距離に子は落ちていくんだってタンポポの羽で言うとんーんだから俺なんか関東平野まで飛ばされてきたから、はい、俺はもちろんあれですよ母恋しって歌歌いましたよ<ー>でもこの距離感からするとやっぱりそばにいいるととまずいと思ったんだろうね<ー>そして我が母の素晴らしさだけどやっぱ遠くへ飛ばしたんだねん もう一言も何も言いませんでしたけど、はい、条件はたった一つ1年だけぞっていうのはいまだに覚えてるな条件があったんですねそ東京に出て行って好きなことやるのは<ー>、うん、それは1年だけその1年の,その11か月目で俺は「母に捧げるバラード」っていうきっかいな運命の歌がヒットするわけよもうギリギリで作ったんですね1年になる前へえ なんかこう内田さんの言う「父は子が遠くへ行く時深々とうなずき母は子が近くにとどまるという時しみじみと微笑む」という,うこの父と母の真逆の距離に対する微笑み方とかうなずき方というのがやっぱり子との距離を決定していくっていうのは、はい、だからこそ日本列島にまんべんなく人が住んだっていうわけ。うん 日本中にきれいになんか人間が飛び散っていってきれいに今1億うん千万人が住んでるわけじゃない、はい、ところがこれがやっぱり父親の不健というのが劣化していくと子供っていうのはどんどん群れ化して都市化していきますよね母親の気に入った場所に住もうとしますよね、うん、この辺がやっぱ鋭いですね内田さんのね、うん、内田さんのなんかね見方ってのは変わっててやっぱハッとすんだな 例えばドラえもんを見てみようっていうね。ドラえもんここからいきなりドラえもんが出てくるんだ。ええ、のび太とジャイアンの関係がある。はい。とっても不思議なことに。ジャイアンはのび太をいじめてる限りクラスの誰もいじめないっていう。うん。だよね。そうですね。ジャイアンってのび太しかいじめないんだよね。そうですね。はい。で、他の子はいじめないんだ。うん、それが二人の関係なんだよ。 ところが、今は違うと。言いたいことは、あの、伸びたってだらしのない子だけど、クラス全員にとってすごくありがたいのは、ジャイアンがいつもいじめるっていうことで、うん、ジャイアンのいじめが他に及ばないんだよ。僕には来ないと。そう、他の子には。はい。だから安定できるんだ。はい、そのために伸びたは、ジャイアンにいじめられる価値のあるいじめられっ子になるんだ。はい。ところが、 現代は集団化するの、はい、誰もジャイアンを引き受けないからはいこれは何かすごくこうまいなと思いませんか、はい、内田氏は絶妙の言い回しでこう言っています人格がブレンドされることがない、はい、一種類しかないんだ、はい、昔はほら二つの言い方しなかったかななんか思い当たらない学校の先生があの うと例えば俺なんかはあのテストの成績はよくありませんが間違ってもすぐに手を挙げて発言が旺盛な子ですとかタク、はい、の,のお子様は学校の先生の言葉だよがさつですけども優しいんです。うんうん、から、えー、と私教師からはいつも叱られるお,あのお子さんですが。 あの、お宅のお子さんには何かユーモアがあります。ブレンドされる子供の味ってあったじゃん。はい、最近はブレンドされてにストレートになっているっていう。うん、それが、なんかこう、うまくいかなくなると、たちまち病理になってしまうんではなかろうか。この人格のブレンド化っていうのはいいですな。はい。うん。ね、いいじゃないですか。スケベだけで優しいとか、なんか,なんかそういうこれまた違う。問題だと思いますよ。しし <laughs> この続きまた来週のまないの上で。<laughs>